実際の生活でどういうふうに困ってるのかとか、どういう生活してるのかっていうのに迫っていくっていう、そういうことですね。何でも話してください。みんなで勉強どんなシーンやサービスがあったら良いと思いますか。今あなたはできてるけれども、そうなるんです、本当に。実は都市部の研究がほとんどなくてですね、我々の研究所では、高島平団地で大規模な疫学研究をしたんですね。ただ研究をするだけでは生活の実態には全然迫れないので、そういう意味では生活の場に根ざしたところでより深く高齢者の方を知るということで、ここからステーションを作りました。コミュニティ参加型研究というのが最近盛んになってきてるんですね。研究拠点を地域に作って、地域の人の本音を聞くとですね、実はこういうことに困ってるとか、初めて会った人には言えないけれども、こういうことが大問題なんだとか、そういうのが出てくるんですよね。24時間いるわけじゃないけど、大体週の半分ぐらいそこに行くと研究者がいるっていう環境を作ったことで、なんかその本音でようやく話してくれたような気がしてます。実際の生活でどういうふうに困っているのかとか、どういう生活しているのかっていうのに迫っていくっていう、そういうことですね。新潟県の上越市というところで、地域に住んでいらっしゃる認知症の方とか、精神疾患の方を対象に稲作ケアプログラムというのをやってきたんですけれども、都市部にも認知症の方とか、あるいはそのご家族の方が住んでいらっしゃって、その方々の孤立を防ぐための活動の一環として農園プログラムというのを考えました。都会にはなかなか大きな田んぼとか畑はないので、こういう小学校の跡地の、その花壇を活用して、そこの土を耕して野菜の苗とか種を植えて、収穫して、それを収穫したものをみんなで食べたり調理したりっていうようなプログラムを考えています。嬉しいです。嬉しい。やっぱ顔なじみの方がいるとね、やっぱ安心します。そうですか。優しくなりました。そうですか。楽しいですね。お友達も増えて。そうですか。来年の時期にどういう花が咲くかとか、どういう実がなるかとか、成長する楽しみです。この都市型の農園プログラムはまだ効果評価はまだ途中の段階ですけれども、社会参加が促進されるっていうことと、その生活の中に楽しみがなかった方がこういう活動を送ることによって生きがいだったとか、楽しみができたとかっていうような変化が見られるんじゃないかなっていう期待しています。この地域に住んでらっしゃる高齢者とか、あるいは認知症の方とかご家族の方がもっとこれから参加者増えるといいなっていうのと、あとそれを支える地域のボランティアの方にも来ていただけるようになったらいいなと思います。さんが、たまたま始めたっていう感じかもしれませんね。どの宗教でもこれから多分すごく広がるんじゃないかとは思ってます。認知症は医学的な問題だけじゃなくて、なぜ生きるか、なぜ死ぬかっていう問題と切り離すことはできない。で、そうすると、昔からそういうことをしてきた専門の方々の知恵を借りたいということで、お寺さんと一緒に研究を始めたっていう、そういう経緯です。本人ミーティングっていうのは、認知症の、本人
当事者の方たちが、まあ、主体的に集まって、そのご本人同士が、自分の体験であるとか必要としていることとか、これからどうしたいかっていうようなことを話し合うっていうような、そういう会のことを指しています。高島平ではここから話そう会という1回10人ぐらいですね、本人会と家族会と分けて、行うというのも特徴になっています。これは何しっていうのはないのよね。いろんな人と接する場であり、自分の思いを伝えたり、相手の話を聞いたりして、そういうことはすごい自分にとっても役に立つかなと思います。で、自分の兄ちゃん当事者なんですけど、こうやって参加者の方と、認知症やらない方でもいろんなお話を聞けることで、認知症の進行を止めるというか、いい方につながるということも話をさせていただいて、最初はすごく少人数から始まったんですけど、どん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 人数が増えてきたという形で、こんなに関心があるのかなと。皆さんの考え方がすごく変わってきたなと思います。皆さんの終わり事とか話を聞きながら、認知症を勉強していくことで、その提案をもとに、じゃあ次回何のお話をしましょうかって決まり事ができていくということは、すごく意義のあることだなと思いました。自分の、抱えている問題を人に話す、そして必要な援助とか支援っていうのを、人に伝えることができるっていうのはすごく大事なことだと思うんですけれども、そういうところまで、どういうふうにその方の気持ちがですね変化していくかっていうようなことであったり、その変化していくためにはどういうセッティングが必要なのかっていうようなことであったり、他の人たちの仲間とか、それはスタッフとのどういうふうに影響し合っているのか、及ぼし合っているのかというようなことをですね、そういうことを、研究しております。生活支援ですね、食事を出して、で、必要なら介護を提供する、さらにこう享受できる社会サービスを受けさせてあげるっていうことにつきますね。ちゃんと行政サービスにつなげるっていう仕事をしています。研究室は非常に、オープンにやりたいことをやるっていうことを応援するというつもりで運営してますので、自分の、人生のミッションを実現するために研究室を利用してほしいと思ってまして、本当にこうチーム研究で忙しい時はみんな自分の研究をちょっと置いて手伝ってくれますし、結果的にうまく回るっていう気はします。各自が考えてやりたいこと、自分の強みを生かしてやる、そういうつもりです。